今日はやはりまあちょっとあのダイソンさんとあのお仕事をご一緒させていただいてまあ3年目丸2年っていうところもあってあの気持ちをさらにこうちょっと軽やかにリスタートではないですけれども一新してなんかこう軽やかにまたちょっと。 今もう梅雨に入ってきてちょっとジメジメとしている中で本当にこうちょっと警戒に行きたいなと思っての本当にナチュラルにブローさせていただいて作らせていただきました。 毎回私もあのあの前回のものもずっと使わせていただいてるんですけども本当に時間が短くて短く仕上がってて半乾きのままスタートができてあのとてもなんかそのブローだけで本当にこうなんかこうボリュームも出てつやが出てあの素晴らしいんですねで最後に平野さんがちょっとこう少し巻くちょっと手を入れてくださったんですけどそれだけでも本当に仕上がってるのであの正直、うん すごくそのびっくりしています。こんな短い時間で仕上がっちゃったっていうのが。 その分ちょっとあのヘアメイク時間長く通ってたんでおしゃべりに使えて <laughs> とても楽しかったです時間に余裕ができちゃうくらいというところなのであの日常的にも本当に皆さんお忙しい中であの朝起きてバタバタとしながらあのヘアを作られると思うんで本当にそういう意味では本当に最適ななアイテムだなと思います日々ドライヤーを使っていると傷んでしまうことが多い中であの本当にダイソンさんは。 早く乾くっていうのもあって髪がよりなんか健康になってるような感じもしてあのツヤ感が本当に出るっていうのはもうあの絶対もう手放せない条件だなと思いますなかなか抜け感って難しいんですよ。あの抜け感があの無,造無造作というか雑に見えてしまっても良くないですしなのでそういうところでこうあのツヤ感もあって抜け感が出るっていうのは本当にパーフェクトな 一度乾かしてからあの回ヘアドライもう一度ヘアドライヤーをすると二度手間がなくなるっていうことだけで朝の5分3分ってとっても貴重な時間なので本当にそういう意味ではその朝の過ごし方がその分の時間が別にコーヒー一杯飲むのに使えるとか本当にその余裕が生まれると思います。どうぞおか お二人、プライベートでも進行があると伺っておりまして2020年の7月ちょうど2年前ですねダイソンヘアビューティーアイコンに長谷川さんがご就任された記者発表会の際も来てくださったんですよね。 もう仲のいいグループがありまして、ねはいまあ、月に1回は定例会のように、まあ、なかなかコロナに入っちゃってから会う機会が減ってしまったんですが、はい、それでもそのグループの仲間うちのお誕生日会の時には必ず集まって、はいまあ、まあそれ以外でももうなんだかんだ会ってますけどなので本当にその2年前の,あの私が就任させていただく時も来ていただいて、はい、お,お手伝いしていただきました。 ちょうどその頃ってもう本当におうち時間、そうですね。の真っ只中でしたよね。で,ねはい、で、やっぱりその時にお話しさせていただいたのが、まあ風の時代がやってくるということで、はい、まああの風の時代っていうのは見た目も大事なんですけど、特に印象がすごく重要になってくるよみたいなお話をさせていただいて、で、印象ってやっぱり髪の毛ってすごく大きいですよね。はい、うんで今日あの京子さんすごくツヤがあるんですけど、はい、ツヤってなんとなくこの印象の幸福感 に繋がってくるかなと思うんですよね、はい、で印象の中でもあのフレッシュさとか幸福感、うんはい、っていうのがすごく大事な中でやっぱり艶を出す髪の毛っていうのはすごい大事だなと思うんですけどどうですかね,ね私もそう思いました、うん、直木さんが前にその女性のいわゆるそのまあ色気であったりとか、うん、女性性の象徴としてやはりその髪の毛の艶、はい、あと肌の艶唇の艶っておっしゃってたんですけど、はいはい、全くその通りだなと思いましてその中でも一番やはりその髪の毛の艶って、はい、もう やっぱり印象って一番最初に見た時の印象が一番強いと思うんですよそそです初めにその髪の毛の艶の印象ってすごく本当に。 はい、大事だなと私自身も思いますあの第一印象って魂に刻まれるって言われてて<ー>意外と第二印象から挽回しても第一印象感じ悪かったよねみたいな話って結構ありますよねすよ難しいですよね、うん、挽回できなくはないけど, <laughs> いけど難しいですよね、はいうん、だから特に初めての人に会うとか、はい、初めての場所に行くっていう時はもうつやがは絶対意識された方がいいかなって思いますやはりその青木さんがおっしゃってたようにそのいわゆる土の時代から風の時代,の時代、はい、土の時代っていうのは まあ要約すするるとまあいろんな所有をする例えば物を持ついい時計を持ついい靴を履く、うん、いい車を履くとか例えばタイトル「どこどこの社長をやってますな」とかっていう時代じゃなくなるよっていうことをおっしゃってたんですけどまさにやはり「のじめまして」ってあった時にまあじゃあどこどこのロレックスのいい時計してるとかってなかなかやっぱ見る時代じゃなくなってきてその人のまとうなんか空気感とかやはりその印象ですよねっていうものにすごく目がいくようになって。 そうですよねなんかこ個にフォーカスする時代だなと思うので、はい、やっぱり自分をどう演出していくか、はい、すごく大事だなというのとあとおそらくそろそろな、えー、なんとなくアフターコロナがなんとなく見えてきたかなという感じもどうなるかは、ね、分からないですけど、はい、その中でやっぱりこうマスクを外す時がいつかはやってきてほしいじゃないですかその時の自分をどう見ていくかというところにタイミングに入っているなというのをすごい感じます。マスクややはり長くやってたので私 私自身こう出る仕事をしていてもマスクを取るとちょっとなんか口周りの筋肉がちょっと動かなくなってきたなとか顔の筋肉の使い方がそのコロナの前と変わったなって思うことがあるんですだからマス,クが終わマスクを取る時代が終わった時にやはりいろんなものを一回一新する。 タイミングだったのかなと思って、これはその元に戻るじゃなくて。新しく新しいスタートをする、新しく自分を作り直せる。進化。逆に。そうですね。だから、そういう意味ですごくその、こう、あのエアラップさんで。いろんな髪の毛に変化できて、いろんな自分を楽しめる時代でもありますし。こうでなきゃいけないが、やっぱりもうない時代になって。あの新しい自分を楽しめる時代になってきたなって。すごい。 ままさにそう思います仕事上いろんな役をやらせていただくんですけども<ー>その際にやはりその,その役に合ったメイクとか髪型っていうのをやはりでまあ撮影でもそうですけどやっぱりその違,自分違う自分になれるんですよすごくこれってまあもちろん男性もですけど女性の特に特権だなと思ってて髪の毛を使って違う自分になれるってすごくこう毎日が平坦にならなくて本当に楽しい なって思います、はい、あの先ほど京子さんもおっしゃっていただいたんですけど髪と肌と唇が、はいえー、女性は特に水の気を持っててっていうところでここの変化が意外と大きな運に変わりやすいので、うん、まあ一番変えやすいのはやっぱりヘアスタイルでですすもんねねそう,ですねうメイクもまあちょこちょこっとアイメイク変えるとかもできますけどこう分かりやすい変化って髪の毛ですよね。はい、うーんルーティーンをなかなかか崩すこと,ができない,という中でいうと私もうちょっとやはりその。 普段自分で部屋も頑張るんですけどプロの方に任せてしまうところがあるんでもっともっと使いこなしたいなと思います。<laughs>